いや、ちゃうよ、うん、レジャーす、いや、ちゃうよってことです。ってことでね、はい、まぁ、あ、ちょっとね、久しぶりの動画投稿になっちゃったんですけど、結局ね、シーズン始まっても、あげるよ、あげるよって言ってたんですけど、結局あげられなかったです。ごめんなさい。本当にごめんなさい。忙しいですね、ちょっと。これ、ケンツが気になってたやつ。あ、あれか。なんか言ってたね、ファブの。キングダム、キングダムの。あ、なんか言ってた、そうそうそう。そう、なんだけど、まぁ、とりあえずね、昨日キックス戦が終わって一段落したんでね、今日動画をね、ちょっと一回あげようかなと思ったんですけど、本当にね、ちょっとね、自分自身余裕がなくなっちゃって、動画がね、練習終わったら撮ろうと思ってたんですけど、練習終わったらもう速攻で風呂入って秒で寝てたんでね、ちょっとね、撮れなかったです。ごめんなさい、ほんと。スーパー言い訳です。ということで、はい。まあね、この動画では、まあ、もう本当雑談なんですけど、はい、まあ、昨日のキックス戦に向けてどういうあれだったとか、昨日のキックスと戦って感じたこととか、まあ今のね、チーム状況というか、まあこういう感じのっていうのをね、適当に話していこうかなと思ってます。はい。はい、ということで、まあなんでハッチじゃない、なんで天骨なん、なんで天骨なのって今コメント書きそうになったあなた。あなた。違います。甘い。甘い。レベルに達してない。ね、今、ラットが、なんか、番組、なんかね、韓国のアイドルと、アイドルとイチャイチャする番組をね、なんか撮りに行ってるんで、なんか不在なんで。そう、不在なんでね、しゃーなしの、ちょっと天狗と召集かけましたね。まあ、天狗とお前、雑談したそうな顔してるな、とか言って、ちょっと来いよ、みたいな感じ。してないよ。ネクアンさんのマルチをただ見てたっていう。スタジオさそうな顔してたんですよね。ってことでね、まあとりあえずキックス戦に向けてね、まあ我々戦っていったんですけど、キックスは、前回のシーズンのベスト 2v2 ペアだったっけな。と、ディオス・ティッチと、ディオス・スティッチ・マーティンが、アジアで一番強い 2v2 ペアだったんですね。そうですね。僕、ミカンさんのペアも負けちゃって、うん、そうですね。なんだこれつって、なんだこのペアつって。そうそうそう。でも、なんか特徴がまず、テンペラを使わないっていうのがあって、うん、そうなんだろう。そもそもノバ、中国リーグで開催してるノバ、僕たちが昨日使ったロイジャイとかもそれのパクって、強いからパクって使っただけなんですけど、はい、まあそれが結局最後の試合で見せて結局強かったんですけどね。そうですね。うん、なんか最後警戒が緩んだ時に、そうそうそう。なんかもう本当に、俺らが使ってきそうなデッキの、うん、なんだろう、レパートリーのやつ全部目立ってて、うん、とか、あとロイジャイとか絶対みんな使うから、で、あれちょっとね、陸受けが少ないから、なんかいつも誰も使わないゴレプリンス使ったりとかして、だから俺らは最初絶対ロイジャイできそうだなとか思われそうだったから、適当に最初、まあ、こっちでいっけっつって使ったんですけど、なんかもうデッキが全部目立ってて、なんかね、知ってんのそれ。知ってんすかあんたらみたいな。いや、ちょっと、最初レイジプリンスがガツンって入ってた。あれな、もう、あれ、終わった。あれね、見てもらえれば分かると思うんですけど、通信のラグがちょっとあって、しかも、なんかラグ一瞬とかじゃない。なんか、プリンスが、プスカスーンって言って、この二発目入るぐらいの時に立て付け出てきて、遅えやろ、みたいな。ゴエリクサーって、なんか、まあ、レイジプリンスさんで反応遅れたのかなって思ったけど、ガツーンって入った瞬間に、そういうレベルじゃなかった。俺じゃあ、はい、プリンス受けてくださいってなって言われて、はい、了解、ポンってして。あれやばい、あれはあれやばかったな。焦るし。焦り散らかしたよ。後ろの人がね、見てないと。そう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 。承認にならないんで。こうやって、はいはいはいってあげたんですけどね。まあ、続行されたんで、あれこれ。さては。通じない？これ通じない？と思ってはと思ったけど。まあまあまあ、よかったですね。ちゃんともう通訳の人がね、非常に優秀な方っていうか、なんかもうめっちゃ、こっちにも気を使ってくれて訳してくれる人だったんで、めっちゃね、上手に訳してくれて、ちゃんとこっちのね、気持ちが伝わったんでよかったんですけどね。危なかったですね、ちょっと。いや、あれはもう、ね、ちょっと見てる側もね、ちょっと、うん、多分視聴者さんも結構。そうだね。来季お前って。来季来季って。絶対なったよね。ね、まあ、まずその、なんで俺とラットが出るかっていうことは、まあ、ちょっと気になりますね。まあ、気になる方もいると思うんですけどね。まず、まあ、多分、どうせみかん天狗と予想してくるんじゃないかなと思って、うん、で、まあ、俺と天狗と、ワンチャン予想してくるとしたら、まあ、俺天狗とで、なんかまあ、みかんさんが出て、みかんさんがラットが出るっていうのを予想されると思ったんで、うん、まあ、俺と、
やっとじゃあどんなデッキ、まずこのペア見てどのデッキが来そうとかまず分かんない、組んだことがないからね、どんなデッキが来そうとか絶対分からないだろうし、まあ別になんかもうラットもともと 2v2 うまいからめちゃくちゃ練習最初の時点でめっちゃ合わせやすかったから、そうっすね、もうこれでええやんつって、でもまあレジェンドもう8割型9割型まあ初戦は絶対落とせないし、まあポノスも言うてアジアで結構毎回上の方の成績を取ってるんで絶対警戒されてるから、あの絶対もう本気でぶつけてくるんですよね、間違いなく。だからもうレジェンドマーティニウス・スティッチってのはもう8割9割そのオーダーで絶対来るから、そうですね、 2v2 最強と 1v1 最強がいるチームは大体なんかまあ型にはまってるというか、 2v2 は絶対ここ、 1v1 もしかしたらここがここだけど、まあ大体レジェンド、そうなんで、ある程度の予想ができたんで、うん、やりやすかったっちゃう。そうですね。ただね。番がね。番がちょっと怖かったですね。番がね、すごく予想外だったんですよね。なんかよくわかんないですけど、別にホグとか使ってたわけじゃないけど、ホグ番なんでみたいな。なんで別に使ってない。使ってないですけど、みたいな。そういうやつみたいな。なんかみかんさんはなんだっけ、番。みかんさんポイズンです、ね。ポイズンか。みかんさんがディガー番か。穴掘り番して。まあなんか変に、ちょっとね、なんかどういう意図があったのかよくわからなかったんですけど、まあ言うてキックスはその監督が、ノバからね、タリオジさんって僕たちが呼んでるんですけど、通称タリオジ、タリ選手が、はいはい、コーチについてて、はい、もうなんかね、世界大会とか見ててもわかるんですけど、ノバの選手はみんなその、まあやっぱエース級の選手が全員いる、各チームエース級の人をもうみんなもういるみたいなチームなんですけど、その中でも世界大会でよく見られたのが、もうプレイスキルもあるのに毎回めちゃくちゃ相性のいいデッキを当てるんですよね。調べる人が優秀すぎるっていうのが多分あるんですけどね。それでこのデッキを当てれば8割方だから、レジェンド選手もあれは出したね、ロイジャイデッキ。そうですね。あれはテンプレじゃないんですけど、もうみかんさんが出してくるであろうデッキを全て埋め立ったようなデッキ で、ね、やっぱ多分ノバの人が後ろに一人ついてるだけで、組むデッキっていうか、なんかメタデッキを作るのが多分めちゃくちゃうまいんですよね。そうですね、まず、これが、なんか、まあみかんさんといえばバルーンの印象があったじゃないですか。そう。だから、まあ遅延は来るだろうなって思ってたんですけど、ムート入れたりしてね。なんか遅延は来るだろうと思ってて、それに強そうなデッキを、こっちもみかんさんもね、いろいろ考えて組んだんですけど、まあムートとかね、結構よくわからない感じのね、ポイズンバンだからスケラないやろと思ってムート出てきて、スケラフリーズって思ったらロイジェ出てきて、焦り散らかすよね。それ出す順番からしっかり考えられてるなと思いましたね。なんかもうあれムートだけ見て残り2枚ぐらいだったんですけど、その時に大体まああとスケラとフリーズでしょって感じだったけど、ってみんなが思うと思うんで、ね、ムートとかない、まあ、まあ なんかアイスウィズか、ミカさんも思ったって言ってましたね。そう、だけど急にロイジャー出てきて、あれはねなんかもううまい、うまいっていうかデッキ選択でもかなりうまいですね。そうですね、そういう練習をしっかりしてますね。そうですね、って思ったかな、そんな感じっすね、本当に。そうですね。で、まあ 2v2 も1回あとなんだっけ、1回負けたのか、ラバクローンとか、昨日の僕たちのね、もう1回見てもらえれば分かると思うんですけど、はい、ラバクローン僕たちが2戦目使った時に、うん、相手がポイズン切った後に2倍入った時かな、ラバ2体にベビドラ2体になんかインドラとランバーにクローンバーンってかけて、うん、なんかもうボワーンってなったんですよ。ボリューム満点のクローン。あれって本当に呪文を当てるのがめちゃくちゃ難しくて、当てる順番もかなりあるんですよね。その雪玉当ててから5だと、5は全部のユニットを捉えられないから、クローンした後のユニットとクローンする前のやつが全部散らばって、絶対に当たんないから、だからポイズンがなければ、結構大ダメージを与えられて、しかもアドを取れるっていう攻撃を僕たちしたんですけど、うん、なんか本当にね、昨日見てた人とかわかるかもしれないし、見てない人はこれが見てほしいんですけど、呪文がね、うまい。ファイブを全部当てて、からの雪玉、広がったところに雪玉全部当てる。やばいよな、あれ。だってパピ一体を見なくなった、あれ。だって、ニラ場でやってるのに、全部バーンってまずファイブ当てて、クローンにも全部に当てて、バーンって散ったところを雪玉当てて、バーン全部。あれ、俺ら、めっちゃ苦労したのに、どこ行ったんってなって。ね、ああいうところがやっぱり 2v2 の強いところから、やばいよな、あれ。ああいうミスがないんですよね。で、もともとその強いチームの特徴っていうのが、やっぱり 2v2 が強いんですよね。そうですね。そう。まあ、去年、アジアで、1位になったチーム、キングゾーン、うん、ドラゴン X は、まあ、2v2、まあ、めちゃくちゃ飛び抜けてるってわけじゃないですけど、エクスポマスター選手がやっぱめちゃくちゃ強くて、そのエース級の、ああいう、なんだろう、本当ズバ抜けてる人がいるチームも、まあ、僕たちから考えるとなかなか作戦組むのめんどくさくて、めんどくさいっていうか、組みようがないっていうか、もうなんか何出してくるか分かんないし、上手い人がいるからめんどくさいんですけど、なんか、
そもそもその 2V2、大体の強いチームって 2V2 が強いんですよね。うんうん、確かに。まず初戦で、多分、その、エクスボマスター選手は緊張とかあんましないって言ってたんで、なんかインタビューとかでも。出ましたね。なんで、2V2 取られても、ここで負けたらとか変な感情が多分入らないんですよね。だからちゃんと、負けてきても、自分がシングルでしっかり取って勝ち抜きでも3立てしてみたいな、そういうメンタルが多分強いんですけど、ね、普通は、僕だったら、まず 2V2 が負けて自分のところに回ってきたら、ってなるし、勝ってきたら、うわ、マジありがとう、楽だわっていう、もうこういう感じになるんで、で、大体のチームは 2V2 のね、戦績がめちゃくちゃいいんですよね、その強いチームっていうのは。で、本当にそれがキックスで、なんか、シングルは、去年はそのレジェンド選手いなくて、ランプ選手もめちゃくちゃ強かったんですけど、そうですね。その、なんだろう、XBOマスター選手とかぐらいズバ抜けてる選手はいなかったんですよね。はい。だけど、2V2 がめちゃくちゃ強くて、バチバチ上に上がってきたっていう感じなんですね。うん、なんでまあポノスもそうありたいなっていうので 2V2 には結構力入れてるんですけど。入れてます。なんですけどね。まあ、本当になんかね、良かったね、昨日。まあ普段やらないですからね、2V2 っていうのは。そう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 。その分相手も、その、やればやるだけその 2V2 の仕上がりっていうのは良くなるんで。そうそうそう。やっぱり、ね、そういうところで差つけられちゃうと、1V1 でもし、もしね、負けちゃった時がもうそのまま終わっちゃうんで。そうなんですよね。まあ、そう、1v1 は本当、メタデッキ、例えばですけど、まあ、ガゴムレ来るだろう、迫撃が得意な人にガゴムレ来るだろうで、ヤナミ入れてたまたま当たっちゃったら、多分どんな実力者でもヤナミ持ってる方が勝つんですよね。まあ、そう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 。だから、ワンチャンひっくり返るんですけど、2v2 はまあ相性もあるんですけど、やっぱり安定して勝つ人がやっぱいるんで、その、で、しかもメンタル面的にもね、やっぱいいんです。その 2v2 は、で、しかも、2v2 勝てば絶対に勝ち抜きにもいけるんで、そうですね。もしシングル負けてもまだ取り返せるチャンスがあるから、もうそのシングルで行く人は結構なんだろう、アグレッシブルに立ち回れるっていうか、なんか結構積極的にプレイできるんですけどね。まあそこら辺でもね、ちょっとまあ盤の時点では正直負けてたかなって思いますね。まあ正直。正直。ちょっと、予想外すぎて予想してたんですよ。やっぱ僕たちも多分、僕 2V2 もトレネバーンするから、まあ、キックス、本当に組んでくるデッキが分かんないから、トレネゲーはしたくないし、うん、トレネ番かなっていう感じだったんですけど、まあ他のチームはね、別にトレネ使わせてもいいチーム悪いチームがあるんで、僕たち的にね、はいはい、なんですけど、キックスは絶対にだるいから、トレネは使わせたくないって感じで、トレネ番したんですけど、もうそれでなんか、それもちゃんと分かってて、俺らが使ってきそうの、作る、まあホグは別にそうでもなかったんですけど、うん、まあミカンさんのポイズン番とかね、はいはいはい、割と痛くなさそうでやっぱちょっと痛かったりして、なんかデッキの幅がね、やっぱ狭くなったりするんで、なんかね、そこら辺はちょっとね、参考にしたいなって感じです、ね。そうですね、キックス様々でしたね。そう。アンカード選択は、やばかったよね。トップレベルだと思う。あれな、で、しかもなんか、ゴレクエククエイクみたいな。いや、そんな、やべえだろ、みたいな。インフェルノタワー、俺ら防衛でインフェルノタワー立てたのに、クイッククイックで、なんか、あれみたいな。ゴレ、インフェルノタワー立てたのに、ゴレ、こうやってまっすぐこう、スッスッスッ。いや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 、みたいな。そう、俺ら立ててなかったから、ね。ああいうところもね、ちゃんと分かってますよね。うん、そう。まあね、そんな感じですかね、今日は。まあ、また試合が終わったらね、試合の動画付きの解説動画とかもね、いろいろ上げていこうかなと思うんですけど、最近その設立したポノスアスリーツっていう、チャンネルがあって、そのポノスのね、チャンネルなんですけど、その、チャンネルでもね、月4本かな？ん？週か。週4本。週4本。動画を上げようと思ってて、まあ、多分俺がチャンネルで出してるぐらい長くないですけど、ほんとね、2、3分の動画もあれば、10分以上の解説動画もあるっていう感じだと思うんですけど、まあ、なんか日常のね、まあ、例えばですけど、フチが料理を作ってる風景とか、はいはいはい、みんなで飯食いながら雑談するとか、まあ、適当にフレバトするとか、リーグの使ったデッキの解説とか、うん、そういうのをね、やっていこうと思うんでね、概要欄にね、ポノスのチャンネル貼ってるんでね、もし、登録してない方はね、登録してみてください。お願いします。お願いします。ということでね、今日はこの辺で終わろうかな。また、はい、ちょっとね、余裕がね、心に余裕ができたんで、またね、動画投稿をね、したいと思うんでね、こちらの方もね、良ければ、チャンネル登録よろしくお願いします。どうぞ、今日はね、ラットの、うん、ラットとの、あれも撮るんじゃないですか？ラットとのね、解説動画も、多分ね、それはね、そのポノスのチャンネルの方で上がるかな。昨日の 2v2 の、この時は、こういう考えでやってたとか、うん、まあ、ラットが、キング、雪玉でキング起動した時とか、ちょっと理由を知りたい。理由をね、そっちの方でね、言うと思うんで、ね、ぜひね、ちょっと、まあ、見てもらえると、ね、お楽しみの、お楽しみにってやつ。あれは、だって、枯渇でな。枯渇って、枯渇そう。2v2 キングが2個起動するんで、
そうそうそう。ババン、ババンって。だから、ね、バレルってメッセージしたら700ぐらい入るんですけど、キング起動してたら多分、半分も入らないですよね。その、そう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 。だから、キング起動したらほぼ終わりなんですけど、1800も取ってて、いきなりキング打って、あいつなんか、いきなりキング来た時、ああ、ごめんなさいごめんなさいって言って、俺も笑ってたからね、普通に。やばかったですよね、ちょっと。まあ、楽しみでやれたからよかったですけど、まあ、そっちの方もね、チャンネル上げてね、あ、そちらもよろしくお願いします。ってことで、チャンネル終わりよし、ごっしょん、あっしょん。